去年4月白石市の小学校で校庭にあるネットの支柱が折れ児童2人が死傷した事故についてです仙台地検は業務上過失致死傷の疑いで書類送検された当時の校長と主管教諭を不起訴としました不起訴となったのは当時の白石第一小学校の校長と主管教諭の2人ですこの事故は去年4月。 白石第一小学校の校庭で児童らが防球ネットに寄りかかるなどして遊んでいたところ木製の支柱が折れ男子児童1人が死亡もう1人が大けがをしたものです警察は今年2月危険性を認識していたのに点検の指示を怠ったとして2人を書類送検していました仙台地検は不起訴にした理由について 後半を維持できる十分な証拠を揃えられなかったとしています。